皆さん、こんにちは。アップルズモブのひろきでーす。さてさて、昨日のアップルズモブの裏話ですが、いろいろありました。いろいろありました。はい。いろいろっていうか、まあ、重大なことがありました。はい。まあ、一つ一つお話しします。重大じゃないことも含まれてますが、はい。まずですね、そうですね。お一人面接してメンバーに加入いただきました。はい、パフォーマーです。はい、そうですね。はい、そうでした。あとですね、ちょっとパソコンの不具合があって、なかなかパソコンがうまくいかないみたいな相談があって、それにいろいろ対応してましたね。ちょっと大事なことだったんで、はい。編集者のパソコンがファイルサーバーにアクセスできないってことで、あ、それは困るねってことで、はい。それはすぐ対応しようってことで、はい、やりました。はい、まあ、解消しました。はい。すぐ治りました。よかったです。数時間で治りました。はい。でですね、もう一人面接しまして、ご加入いただきました。パフォーマーです。はい。ありがたいですね。はい。また人が増えました。はい。はい。そしてですね、我がアップルズモブの初代編集専任者、がさですね、ちょっとご自身のご都合で長期活動停止、まあ実質上の脱退、目処がついてないので、活動再開する目処は立ってないので、まあ実質上の脱退ということになりました。はい。その方がいなければ、2ヶ月間で人を集め、コンテンツを収録し、それを編集してチャンネル解説まで至るということはできなかったと思っております。なので本当にこれまで短い間ではありましたけれども、力を尽くしていただいたことに大変感謝しております。皆さんからも感謝の言葉を投げかけていただけるように、今日朝チャットで連絡したところです。はい。これからのですね、まあご自身のご都合ということなんで、まあうまくいってくれることを願っています。はい、そうですね。まあちょっと今、ちょっと引き継ぎの資料を作っていただいているところなんで、はい。まあそれが終わったら完全に活動休止ということになりますね。はい。なのでまだ活動はちょっとだけやってます。はい。まあその作業が終わられたらですね、一度ちょっと音声通話でも挨拶をさせていただきたいと思っております。悲しいですね。悲しいです。あと私が至らなかったところもあってのことなのかもしれないなとか思ったりします。やっぱりこういう悲しいことが起こったときは自分のせいにしがちですよね。はい。私それでちょっと落ち込んで、昨日は。ちょっと同居人と一杯飲みました。はい。そうですね。ただこういうことがあってもですね、グループは存続しますし、私が責任者ですので、まあ同居人からも言われましたが、明日からはまた通常モードだよと言われましたんで、通常モードで
やっております。はい、通常モードに見えませんか？真面目すぎますか？ふざけるわけにはいかないでしょう、こんな話をするときに。はい、ふざける気もないですし、はい、そうですね、はい、はい、それが以上が昨日のアップルースモブの裏話でした。はい、ご清聴ありがとうございました。また別の配信、できれば私のチャンネルでお会いしましょう。さようなら、頑張ります。